故松田直樹さんが急性心筋梗塞で急逝されてから10年になりました。松本山 IC ではスポーツ界における心臓突然死から救える命を増やすためにクラブスタッフをはじめボランティアやファンサポーターの皆様向けの AED 告知や啓発活動を実施してまいりました。今後も活動を継続していくにあたり J リーグ社会連携活動の一環として広く皆様にハッシュタグ命つなぐアクションを身につけるための活動を実行してまいります。本日はご来場の皆様と一緒に命つなぐアクションを学びたいと思います。まず最初に株式会社松本山が代表取締役社長神田文幸よりご挨拶を申し上げます。山田に関わる全ての皆様に今日この日に共有したい思いをクラブを代表してお伝えいたします。命つなぐアクション、簡単に表現できる言葉ではありません。松本山田には忘れられない、忘れてはいけない歴史があります。あれから10年経過しました。今年の4月の方言で総合案内所に設置したAED によって一人のサポーターの命が救われました。通りかかった看護師のサポーター、会場のドクター、全ての皆様の力で救われる命の瞬間をある意味で経験しました。 AED の設置場所が分かること、 AED を使用できることは必ず一つの命を救うことにつながると信じます。そして山間に関わる全ての皆様とその輪を地域全体に広げていきましょう。自分たちができるまず一歩から、皆様と共にその思いを共有できれば幸いです。ワンソール、このスローガンに込められた様々な思いもファンサポーターの皆様と共有し続ければと思っております。本日もよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。続いて2011年に松田直樹さんと一緒にプレーしたクラブの OB、 鉄道東、片山雅人、阿部拓也、今井翔太よりハッシュタグ命つなぐアクションについてご説明をいたします。大画面上をご覧ください。皆さんこんにちは、大沢担当の阿部です。本日は、多くの方ご用意いただきありがとうございます。私たちができることは命つながるアクションを知って学んで身につけることが大切です。今日は皆さんと一緒にスタジアムでの心臓疾患による突然死を防ぐための知識、そして一人一人ができる行動について学びたいと思います。もし倒れている人を発見したら周囲の安全を確認してから近づき、周囲に協力してもらえるように声をかけます。呼びかけて反応を確認、肩を軽く叩きながら大丈夫ですかと呼びかけます。周囲に協力を仰ぐスタッフに AED の手配と救急車の要請を依頼してください。サンプルアルビーでは3カ所に AED を設置しています。一時救命、胸骨圧迫を行います。1分間あたりに100から120回のテンポで強く速く胸の真ん中を押してください。AED が取れたら機械の指示に従って操作し、すぐに使用します。そして救急隊が到着するまで胸骨圧迫と AED を続けます。
またスタジアムでご自身の体調が悪くなる場合もあります。体調が優れないときは我慢せずに同行者や近くの人に助けを求めてください。さらにスタジアムに来る前に体調が優れないときも無理せずにスタジアム観戦をやめる勇気を持ちましょう。皆さんも命つながるアクションを見つけるためにぜひ救命救急について日頃から学ぶ機会を作ってください。今日はコロナ関係で講習会の実施ができませんが、地元消防による講習会、またインターネットでの e ラーニングでも講習を受けることができます。大切な人の命、仲間の命を救うためにみんなで一緒に命つなぐアクションを身につけましょう。ベストさん、高山さん、阿部さん、今井さん、ありがとうございました。最後にコロナの関係でご来場いただくことができませんでしたが、故松田直樹さんのお姉さんは松田真紀さんからご来場の皆様に向けてメッセージをいただいております。テスト期間中に代読をさせていただきます。松さんのお姉様よりメッセージをいただきましたので代読させていただきます。7ヶ月という短い間でしたが、弟松田直樹が松本山で熱くプレーできましたこと、チーム、関係者、選手、ファン、サポーターの皆様のおかげです。ありがとうございます。今も変わらずに直樹を持っていただきありがとうございます。歴史の中では短い期間ではありますが、このチームでプレーさせていただきました7ヶ月は直樹のサッカー人生にとりまして仲間やファン、サポーターの方々に出会い幸せだったと思います。あれから10年、毎年この時期に3番の T シャツが並びきます。皆様からの温かい思い、言葉が届きます。チームからお花が届きます。今も変わらぬ思いに感謝しかございません。ありがとうございます。サッカーをこよなく愛した直樹が環境も変わり、新たな気持ちで臨んだサッカー人生、仲間たちと J1 へという夢を持ち臨んだ新たなサッカー人生でした。来場はいただきを目指す直樹の思い、たくさんの松本山川を愛したレジェンドたちの思いを乗せ、皆様一丸となっていただきへ、それが直樹の願いでもあると思います。それから10年前の8月のあの時にたくさんの愛をいただきました。ありがとうございました。松本山川というチームを介して多くの子どもたちがサッカーの楽しさを感じますように、そしてそのためにも皆様で安心安全な環境づくりをと願っています。それが松田直樹の残した宿題だと私は思っています。あれから10年、ずっと思っていただけますことは本当の当たり前のことではありません。所属させていただきました7ヶ月とあれからの10年間、感謝の思いにいっぱいです。本当にありがとうございます。現在の感染症の状況、暑さもございます。お体にご自愛ください。本日対戦相手の FC のチームの皆様、このような時間を見守っていただきましてありがとうございます。松田真紀。先生さん、ありがとうございました。皆様、今後も継続した活動を行ってまいりますので、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。
柏木金次様よりビデオメッセージを頂戴しております。皆様大型ビジョンをご覧ください。松本山のサポーターの皆様、はじめまして。本田精神工業の社長を務めております柏木と申します。本来であればピッチに立って挨拶をさせていただく予定でしたが、新型コロナが感染拡大しており、東京から行くは迷惑がかかる可能性もございますので、本日はモニターから失礼します。さて、改めてではございますが、前社長の方には大変お世話になりました。山田のサポーターの皆様に温かく受け入れていただき、個人に代わり感謝を申し上げます。ありがとうございました。会社としてまた個人としても松本山田を変わらず応援させていただきますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今年もハーフタイムに毎年恒例の花火を打ち上げさせていただきます。それでは続いて素晴らしいゲームを期待します。ワンショー、今日は続いたハーフでお仕事ありがとうございました。柏木社長ありがとうございました。Make a party, move.